こんにちは、こんばんは、ベイです。2022年の1月という形でですね、で、まあ、今だから語れる、今の彼女がなんでカップリングで一番の第一希望に自分の方を選んでくれたかということで、まあ、過去に少し触れましたけれども、さらに、ね、詳しくですね、聞きました。直に、ちょっと、会話の流れでうまい具合にね、聞き出しまして、そして本交際になったというところ、ね、そこも、皆さんに話そうかなというね。で、参考になるのは、まあ、一応、40代、まあ、47、で、バツイチ、で、大きなお子さんがいらっしゃる女性で、婚活に来ていますよと。で、婚活歴は、ほぼ、ないです。スタートしたばかりというところで、で、その女性がどんな心情で、どうしてその相手を選んだかということをちょっと解説させていただきます。あくまでもその女性の目線でありますので、一つの例として聞いていただければいいかなというふうに思います。で、まずですね、男性の何を基準にしているかと。で、少なすぎる年収ってやっぱり気になるけど、年収って本当にその自分の正しい年収を書いてると思ってなかったそうなんですよ。だから何かしらまあ働いているだろうと、そこに来てる人は。だからそこはそんなに気にしてないと。ただこれが婚活の常連女性になると、プロフィールを見る点っていうのがすぐに見抜けますので、だからそこを見ちゃうっていうのがあり得ると思うんですけど、婚活経験が少ない女性というのはそこはあまり見ないと。で、じゃあどこ見てんのというと、やっぱり住んでる地域、どこに住んでるのか、自分家から近いのか、で、まあそれが一番じゃなくて、どこなの、どこ見てるのっていうのは、そう、まずそこ。そこと、次は全体の雰囲気って言ってました。雰囲気っていうのは、おや、どういうことってなるじゃないですか。というとね、突っ込んで聞いてみたところ、まあ、清潔感とかそういうのもひっくるめてです。だからポイントじゃなくって、まあ、イケメンだとか清潔感とかそういうんじゃなくて、全体にトータルでその相手の男性の雰囲気っていうのがあるらしいんですよ。まあ、だからほら、ちょっとね、やんちゃっぽい人だったらチンピラっぽいとかなるわけじゃないですか。いかついとか。で、そういうのはあんまり選ばないって言ってました、やっぱり。穏やかな感じで誠実そうであるとか、なんかこう雰囲気、その人の観点だからね、これは分からないので、まずそこと、そしてあと話した言葉遣いとか、まあ、相手に対してのこの言葉のキャッチボールですね、テンポよくこうやっぱり話せるかどうかとか、その辺で話しやすさですよね。話しやすさ、だから雰囲気、話しやすさっていうのがまず最初の、このいいねの、だからハードルになってくるんですよね、きっと。で、そこから印象につながるもの、何かキーワードですね。だ、例えば同じ住所の地域だったりね、居住地だったりとか、共通の知ってる店だとか、高校が同じ、ね、出身だったとか、小学校が出身同じだったとか、だ、そういうなんか、キーポイントになるものがあればラッキーみたいな。そうすると残るんですね。回転寿司トークで何人も何人も男が来るわけじゃないですか。意外と女性ってあんまり頭入ってないみたいで、だから強烈な印象ポイントだけは覚えてるんですよ。例えば年収2000万とかだったら2000万の人って覚えちゃうわけですよ。名前よりも、名前は誰だか分かんないけど、何歳ぐらいでどこの人とか、地域の人ね、隣近所の人とか。そうなると、そこが頭に入るので、そのキーワードが入った人たちの中から選ぶんですよ。で、順位をつけると。まあ、何人書いたか聞きませんでしたけど、まあ、一番に書いていただいたと。まずこれが、カップリングになった時のきっかけのポイント。で、じゃあ本交際になった時はどうなのかって言ったら、そのやっぱり次に別の日に会いましょう。2回目のお茶、ね、ランチ行きましたとか、これ大事なんですね。だ、この中で、なんていうのかな、接し方、言葉遣い、態度とかね、あと、車持ってる方は運転ですね、運転。
逆に安全運転すぎてもたもたしちゃって、いつまで経っても信号のない交差点から入れないとか、優柔不断な運転とか逆に怖くなるみたいで、あと車線変更だとかね、パン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 やるのはダメよ、そういうのダメだけど、もうスムーズにこうね切り替えていける、右折ちゃんとするとか、よく見てるとかですね。で、車乗ってる方なので、その辺をやっぱり見てて、一緒に乗っていて不安がないと、安心感があると、そして一緒のその空間にいても何かこうガツガツしてるわけじゃないし、なんか危険性がないとか体目的とかそういうのではないなということが分かったらしいんですよ。それはだからそのね、1回目2回目とか会う段階で、そしてまあいろいろと女性ファーストみたいな、レディーファーストとかっていうところも俺はやってますんで、いつもそれが自然体なので、そういうことをやってたので、なんか優しい人だなと。優しさですね、一番。やっぱりみんな漠然と言うけどね、言うけど、まあ、どこが優しいっていうか、それは聞きませんでしたけど、そういうそこがなんかもう他の人と違うということで、もうプッシュという形でしたね。なんか全然手をつなぐことだとか、交際申し込んで考えるということもなく、もうすんなり全部 OK という形ですね。まあそれで大人の関係になることも全然躊躇なく OK という形をいただいてるんで、そこはだから全幅の信頼を寄せているからこそできたということですね。まずそこが大事になってくるので、まあ、そういう関係性を作れるかどうか、絆を深めれるかどうかっていうのにかかってくると思います。これはもう相手ありき、ね、お互いの状況とかになりますんで、難しいとは思うんですけども、ね、参考にはなるのかならないか分かりませんが、ポイントとしてはそういうところがあるので、自分の普段の行動だとか、車を運転される方だったら車の運転の仕方だとか、そういう部分を相手が常にいつもいるんだという意識のもとで行動していかないと、これはすぐにはできないわけですよ。絶対字が出ちゃうんでバレてしまうと。だからなんかこう会ったことない人はどっかで粗暴なとこが出るんじゃねえかとか、なんかパワハラモラハラだみたいなことも言う方もいると思うんですけども、そんなの速攻で出るので、そういう人だったらね、そういう人ではないので申し訳ないんですけど、まだまあ分かりませんけどね、とりあえずまだもうちょっと付き合ってって、なんかそう逆に違うことを思われるかもしれませんけども、今のところは、そういうことでポイントになって、OK になったというところですね。で、これは、のろけとか、そういうんではないんですけども、まあ、車で行動することが多くて、車でいつも隣にね、助手席に乗った時に、なんかね、こっちを見つめる表情がすごいね、なんかいつもね、まったりとうっとりしてるわけですよ。まあね、眠いとかって、眠いんじゃねえのとか言われちゃうかもしれないけど、なんだろう、安心しているみたいなね。で、なんかこう、優しい眼差しで、常に見るとき見ていただいてるっていうのがあって、なんかねその辺が、あ、なんか安心されてんだなっていうので、だから交差点のそういう右折とかでもほらあるでしょ、右折レーンがあって矢印が出て、まあ何台か並んでてね、で行ける青同士で、ね、行ってて、変なあるじゃない、距離感があって、行ったら危ねえよとかね、全然余裕だよっていうのが、その間みたいのが、なんか自分の運転だったら行っちゃうんだけどみたいなのがあって、結構せっかちな女性なんで、運転はね。だけど、それで行かなかったらしいんです、あるタイミングがあって。で、俺もこれはね、目測で一人だったらいけそうだなと思うんだけど、結構飛ばしてきてたんで、いや、多分危ねえなと思って、ほら、急発進とかできないからね、一緒にいたら。で、そんな急ぐことでもないし、なんかあって、逆になんかあって遅くなる場合があるじゃないですか。だからそうしたらそこで待つんだみたいなね、すごい安全運転だなみたいなことはね言われましたね。後で、運転系の話になった時に、まあそりゃそうだよね、だって20
ね、二十何年運転してるわけですから、そこはもう大人のドライビングっていうか、そして車もほら、もうね、チューニングとかしてる車じゃないので、普通のドノーマルのステーションワゴンですよ。おとなしくこうね、安全に乗る車ですから、まあ時にはキビキビって走る、ね、こともありますよ。高速とかは危ないんでね。キビキビ走らないと危ない時あるんですよ。迷った運転っていうのは相手も惑わしてしまって、事故を誘発することがあるからね。運転の仕方というのはそういうところもあるわけです。自分本位の運転じゃダメなんですよ。自分だけがなんか安全だと思っててもすげえ危険な運転してる場合もあるわけだから、それは思い込みというところで、やはり日頃から周りに合わせた、流れに合わせた運転をしていくということが大事だなと。まあそれは教習所でも言われるじゃないですか。だから別に運転手段を知るわけじゃなくて、実際にそうやって言ってくれる方がいるので、余計気をつけなきゃいけないなというふうに思うわけですよ。だから皆さんももし車デートとかっていうんだったら無理なことはしない。なんかね、法定速度以上にガーンとかかっ飛ばすとかっていうのはやめといて、普通に周りに沿って走るとかですね。で、高速は右を塞がない。あるいは右車線、ずっと追い越し車線を、走行するのは違反ですから、戻るというね。戻る。で、速い車が来たら譲る。ね、そういうふうにやれば、煽り運転とかもなくなるので、譲り合いの心ですよね。ファスナー合流のところでも、一台一台交互に入れてるわけだから、一台一台合流ね、ちゃんと入れてあげると。一台ずつね。相手を思いやるという気持ちを常に持つということが大事なんじゃないかなというふうにね、思いますね。まあそんなこんなでですね、彼女が、カップリング相手と交際相手に選んだ理由というところをですね、話させていただきました。別に自慢でも何でもありません。これが実際にそのお相手から聞いた言葉です。だからこれを、今婚活中の方とかですね、まだ相手が見つかってない方とかいたら、あくまでもこれは一つのね、例として聞いていただいて、まあ一つの教材として使っていただけたらいいかなと。これからですね、婚活今している方、なかなか本交際進めない、ね、進めないなっていう方で、自分もこれやってみようとか、これを取り入れてみようとかですね、あ、こういうことあんだみたいなことでですね、まあ気づきの一つとなっていただいたらいいかなというふうに思っております。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。